しみください。ネスカフェゴールドブレンドバリスタカフェインレスコーヒーを飲みたいと思います。カフェインレスってことは、まあ、今もそうなんですけど遅い時間に飲んでも大丈夫なのかな。さすがに何杯も飲むのはまずいかもしれませんが、はい。で今回ももうすでに中身は入れてます。中身というか、例によってブライトもいたのも入れて飲んでいきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ね、ではまずそのまま飲んでいきます。ここに味わいそのままと書かれているように、本当にカフェインはカットされているのかもしれませんが、味は通常版と変わらなかったですね。なのでカフェインをカットしつつ美味しいコーヒーを飲みたいという方にはいいと思います。ただ逆に言うと変化がなかったとも取れますので、まあスタンダードな味わいということでこちらの提出とさせていただきます。で今回もこちらの3種類のブライトなども混ぜていただいたわけです。この中だとこれにはこのキャラメルが一番あった気がしましたね。香ばしさとか甘さが一番感じられたのがこれでした。なのでこれが一番おすすめですね。ただなんかこれを一番多くおすすめしてるような気がするけど気のせいか、やっぱり好みがあるのかな。はたでこれで少なくとも現状公式サイトで購入できたネスカフェゴールドブレンドバリスタは以上となります。長い間お付き合いいただきありがとうございました。まあ、もちろんこれからも動画投稿は続けていきますが、また新たな商品出たりするのかな、その時はまたレビューしたいですね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。